菅新総理が開始されましたけども、やっぱりね、安倍総理のやり残したことのツケが結構あるみたいですね。その一つが、あの桜を見る会です。桜を見る会に招待したとされるジャパンライフの元ね、会長、山口会長なんですけども、この方がね、今日逮捕されたわけなんですよ。で、完全にこの会社っていうのは詐欺を行っていて、詐欺で立件もまあされると思うんですよね。被害総額は2000億円という巨額なんですけども、この2000億円という金額を集めて、そのお金で、まあ、政権とのね、縁を持ったのかどうかってことですけども、どちらにしてもね、文化功労に功績のあった方とされる桜を見る会の招待名簿、安倍総理枠に、この山口会長っていうのがいたそうですよね。で、それに対してね、新しくできた菅内閣で再調査をするのかと、これ当然しなくてはなりませんよね。でも、するわけないですよね。記事の方に行ってみましょうか。こういうふうになっています。官房長官、桜を見る会、再調査せず、ジャパンライフ元会長逮捕ということで、もうこれもね、再調査しないんですよ。例の森友問題も再調査しないと、要するに再調査すると、やばいわけなんですよね。もう政権がひっくり返るんですよ。だからこれ、絶対やっちゃいけないんですよね。で、やらないというふうな意思を固めた人が閣僚になってるわけですから、やるわけないですよね。だからこうなると、まあ正義もね、何もクソもないという感じなんですけども、まあでもね、大筋、一部の方にはものすごくね、ひどい話になるかもしれませんけども、こうやって、日本という国の秩序が保たれていると言われればそうなのかなと思ってしまいますよね。ちょっとだけ記事読んでみましょうか。加藤官房長官は18日午前の記者会見で、警察において全容の解明に向けた所要の調査が進められると承知しており、それを見ていく。ジャパンライフについては、消費者庁が4回にわたり行政処分を行うなど、悪質商法に対する厳正な対処が行われてきた。制度面でも消費者庁で消費者被害防止のための実効的な対策を検討していると述べたということなんですけども、結局何が言いたいかというと、まあ消費者庁も動いてるし、警察もやってるし、もうこちらの方でね、官邸の方で再調査する必要ないんじゃないかなということで、まあ交わしたということなんですよ。でね、これ問題はですね、まあ詐欺を行ってる会社があるっていうのも困ったもんなんですけども、その詐欺を行ってる会社と深い関係を持った安倍総理が桜を見る会に文化功労とかね、ああいうのに功績があった方として指名してるってことなんですよ。どんな功績なのかなってことですよね。そしてこの2000億円を多くの国民から騙し取ったこの山口会長、その2000億円の一部を安倍総理とのね、何かに使っているんではないかなっていうのは、まあ考えられることかなと思いますよね。まあその他ね、立憲の安住国対委員長が再調査をしろとかね、公明党の桜を見る会に、元会長が招待は不適切とね、言われていたりとか、共産党の田村政策委員長も徹底的な真相究明をということで、野党からはね、糾弾の声が上がってますけども、まあ、菅内閣はがっちりとガードを組んでやりませんと。ね、加藤厚生労働大臣も菅新総理をね、守るための、このゴールキーパー役としてですね、絶対やりませんということの意思の表れだと思いますし、この加藤官房長官ね、これ厚生労働大臣で随分長い間私たちの目の前に出てきましたよね。で、多くの方の質問に対して、いわゆるご飯論法でのらりくらりとかわす方法で多くの国民をイラつかしていました。まあそれがね、これからも官房長官として幅を利かせると思うと、ちょっとやるせない気持ちになりますけども、まあしょうがないですよね。今回のニュースは以上です。